当日から2日、番組は抗体を持っていないと判定されたカニさんを訪ねました。カニさんは都内でアパレル関係の会社を経営しています。接客する上で、あのオフィスの勤務よりはその感染リスクが高くなるといったところで、すごく心配するスタッフもいたり、本当にそれぞれのなんかリスクをこう感じながら、不安を感じながらというところだったかなと思います。抗体を持っていないという自身の検査結果について尋ねました。自分がまず陰性でまだ感染するリスクがあるっていうところで、自分自身も予防に努めなければいけないとも思いますし、しっかり知って、でそれをこう接客の時にもちゃんとわきまえて上でやっていくっていうのが必要かなと思ってます。やっぱり会社で一緒に働くスタッフがお互いにこうケアし合うっていうところで、一つのスタッフへのサポートになるのかなっていうふうに思ってます。